皆さんこんにちは、カフナンです。今日は、まあワイルドなデイキャンをしてるんですけど、これ炭入れるやつです。ロゴスさんのチャコールストーブでお昼ご飯を作っていこうと思います。で、何しようかなって考えてたんですけど、まあ、せっかく登山じゃなくてキャンプなので重たいものとかね、フライパンとか持っていけるなって思ったんで、今日はニトリのスキレットを使って昔ながらのお好み焼き一銭焼きを作ってみようと思います。それでは今日使う道具を紹介します。まず火はこちら、ロゴスさんのチャコールストーブ。クッカーはこちら、ニトリのスキレット19センチのものと、あと鍋敷きにダイソーのフライパンを使います。今日使う食材はこんな感じにまとめてきました。これが豚バラ肉で、小麦粉大さじ3杯と片栗粉大さじ1杯、あと塩を入れて合わせたものと、天かす、紅生姜、卵、あと千キャベ、まあ千切りではないんですけど、キャベツと、これが青のりですね。あと油とかお好み焼きのソースとかマヨネーズとかかつお節とか持ってきてます。ではまず小麦粉大さじ3杯と片栗粉大さじ1杯と塩ちょっと入れたものを水 100cc で溶きます。ダマにならないようにちょっとずつ入れてきます。はい、混ざりました。ではサラダ油引きます。薄く伸ばします。でそこに生地入れます。ある程度固まったら豚バラ肉乗せます。半分乗るようにします。こんな感じでキャベツ乗せます。天かす乗せます。紅生姜、おー、いい色がいい。ちょうど今ここで半分分かれてるので、この辺に空洞を作って卵乗せます。潰してアルミホイルをかけてキャベツに火が通るまで温めます。はい、ではそろそろいいでしょう。オープン。じゃじゃーん、おー、いいね。ではこれを半分に折りたたみます。ちょっと生地が緩いかも。火力足りないので直火にしてます。折ります。緊張の瞬間。アルミホイル剥がしてからちょっとだけ外気に触れさせながら温めました。よいしょ。おお、それっぽい、それっぽい。では折ったので、
これにお好み焼きソース、マヨネーズ、かつお節かけて、はい、完成しました。一銭焼きです。それではいただきます。じゃあこの辺から、よいよいしょ、じゃん、中こんな感じです。紅生姜の赤色がめっちゃいい感じです。キャベツの甘みとこの紅生姜がすごくアクセント効いて合ってて、おいしい、めっちゃおいしいです。このなんかキャベツちょっと2人入ってるんですけど、そこがまたヘルシーでいい。お好み焼きより好きかもしれない。うん、めっちゃ卵だった今のとこ。この周りの生地のもちもちしたところにシャキシャキキャベツと甘い豚と卵の味がよく合います。全然何枚でも食べれそう。まあ粉物入ってますが、ほぼキャベツで構成されてるのでめっちゃヘルシーです。はい、では一銭焼きごちそうさまでした。なんか途中火が弱くなったりするアクシデントありましたが、まあ炭透過したらまた戻って美味しく焼けました。結構火力がいる料理な気がします。生地がべちゃべちゃなまんまで固まらないので、強めの火で作ることがおすすめです。なんか一銭でできるから一銭焼きって昔名前がついたそうで、その名の通りめちゃ安くできちゃいます。そして何より美味しいです。皆さんもキャンプで一銭焼き、昔ながらのお好み焼き試してみてください。それではここまで見てくださってありがとうございました。よかったら Twitter、Instagram、チャンネル登録よろしくお願いします。そして高評価ボタンいただけるとすごく嬉しいです。以上、カフナンでした。バイバーイ。